動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。新海速として私鉄どもを、駆逐してるみやけど、最近、在来線のあり方について、再確認がいりそうやで。速さを求めるのは間違いではあれへんけど、無茶にも程があるで。トワイライトエクスプレスの引退の、理由が、いかにも怪しい気がしてきたんやけどな。まあ、伝統を捨てる気であるなら後継者を、用意する気は、まずあれへんやろうけどな。しかし、本当の問題は本当に、時代の流れ、なのか、あるいはニーズに異変があったのかという現実でした。なあ、205系はインレッド。最近、在来線が衰退しているような気がするんだが、どう思ってるんや？全くおかしな話だな。なぜ東京へのラインが、開通したというのに衰退ムードなんだ。ダイバーシティマネジメントって、知っているかい？全然知らない名前のマネジメントだな。新種のマネジメントなのか？1990年頃に、出てきた比較的新しいマネジメントで、経営に偏見や差別を持ち込まないというのが特徴で、個人の多様性を企業で生かして利益を生む狙いもあるんだ。子供たちで言えば、いじめの原因となる。違いとかも認めて仲良くなるとかだろうか？まさにそうで、今はニーズが多様化しているんだ。それだけ豊かになったというかなんというかだけどな。それだけ豊かになったというかなんというかだけど、ここからが問題なのか。ニーズが多様化ということは、逆を言えば、一体感がなくなるんだな。そもそも、証拠化になってんじゃ。そやあ、錆びれてしまうじゃないか。夜行列車なんかは言っちゃ悪いが、今の時代の足かせみたいじゃないか。無駄に点が必要な列車、手続きもあれだし値段だな。夜行バスのように安かったら今では電車という、高速性を生かして存続できるのに、もったいない。それらもやはり歴史として繰り返してきたんやろ？今回のダイヤ改正による片町線の、減便とか。そうだな、こっちでは大和路線の系統が、不便になっているな。つい最近までは大和路が移速といえば、蒲生発着が基本だったが、今は半数が7止まりだし、鈍行も7まで行っていたのが、今は王子までだな。いつも走ってる路線も、人ごとではあれへんやろ。
103系バーミリオン。関西の要路線やのに、鈍行が1時間で4本でどうことやねん。なんやこのざま。どいつもこいつもアホばっかや。俺の真似を、してもうまくいくとは限らへんて。関東の方も特急列車はやたらと、迷走しているようだし。特急のことで言えば、車内販売も、完全に衰退しているな。じゃあ、月給以外で乗客に、行くけど、なんでそこまでしていられるにゃ？時間に拘束されちゃって。景気悪いし。サービス悪すぎだろ。値段高すぎ。そうやろうな。そりゃあ、元気なくなるで。まあ、国鉄からのあれが悪いんやけど。結局、第11話での件に結びついているじゃないか。結局、第11話での件に結びついているじゃないか。新幹線も特急だから値上げは必須。ひどいと言ったらあやしない。東海道新幹線のように、増設線という、扱いの方が還元されるはずやねんけどな。そいでもって、在来線の方はどないなっとるん。それがな、JR は悪いところばかりが、目立ているんだ。何が悪いんだろうか。特に東側の体質の、悪さと言ったら、どうしようもあれへんで。このままだと、新幹線の安全神話も、終わりだな。北海道は無法地帯だし。そうなったら我ら東海チームは黙ってられないな。車内販売がないんじゃただの、移動手段やない。落ちぶれすぎやろ。夜行列車が多かった頃は、様々な長距離の普通列車が、多かったんやっけな。43東こと、1968年10月には、多くの特急ができた。この頃は日本が高度経済成長期であり、当時の鉄道は気があったようやな。この頃は大阪万博も、控えた頃やったんやな。そりゃあワクワクするで。まあ、気があったのはあくまでも特急の、話だったんだけど。夜行列車はかなり致命的な欠点が、あることは言うまでもなく、ただでさえ安いとは言えない運賃と、特急料金のみならず、寝台列車となるとバカ高くなるんやな。逆に言えば、妙案な高い料金を、設定できたなと思えるんやけど、その結果は後ほどに。一方の通勤路線の方はというと、相変わらずの状態だったと。70年代後半からは本当にひどかった。目も当てられない状態だったな。ただでさえ仕事を休めないというのに、そんなことお構いなしの国労の、行動といい、公務員だからといって、存在に乗客を扱うことは、ざらにあったからな。まあ、怪我あったのはあくまでも特急の、話だったんだけど。子供たちで言えば、いじめの原因となる、違いとかも認めて仲良くなるとかだろうか。月の宮では公務員はダメな存在となっているが、現地でも同じなんだな。本だな、こっちでは大和事件の検討か、不便になってんじな。その件やけど、月の宮ではやる気のない、ぐうたらなものの喪失は扱いされてるんや。こちら、月の宮サイドは民間が、めちゃくちゃ強いから、その差は歴然やで。まあ、怪我あったのはあくまでも特急の、話だったんだけど。まあ、叩き放題だな。長距離列車が多いとはいえ、表面上に過ぎないんじゃいただけないな。やっぱり今も昔も一緒やない。誰が同じことをさせとるんや？決まっているだろ。遺伝子だよ。そいつが次世代に同じ問題を、生み出してんだよ。悪い奴の遺伝子が次世代に、伝わってんだよ。夜行列車はかなり致命的な欠点が、あることは言うまでもなく。子供たちで言えば、いじめの原因となる、違いとかも認めて仲良くなるとかだろうか。子供たちで言えば、いじめの原因となる、違いとかも認めて仲良くなるとかだろうか。そんだな。こっちでは大和事件の系統が、不便になっているな。確か、1982年の、名古屋駅でのブルトレの事故も、飲酒運転が原因だったんだな。当時の職員たちはほんまに、アホやったんやな。夜行列車はかなり致命的な欠点が、
あることは言うまでもなく、夜行列車はかなり致命的な欠点が、あることは言うまでもなく、子供たちで言えば、いじめの原因となる。違いとかも認めて仲良くなるとかだろうか？夜行列車はかなり致命的な欠点が、あることは言うまでもなく、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 まあ、怪我あったのはあくまでも特急の、話だったんだけど。あの夢の超特急やのに、信じられへんで。夜行列車はかなり致命的な欠点が、あることは言うまでもなく、夜行列車はかなり致命的な欠点が、あることは言うまでもなく、オスからすれば決まられていた事実が、信じがたいのは、言うまでもないのじゃが、新しいものはかつての名門の、代替となることが多いかが、決まられやすいことが少ねえんじゃ。まあ、怪我あったのはあくまでも特急の、話だったんだけど。夜行列車はかなり致命的な欠点が、あることは言うまでもなく。じゃあ、月給以外で乗客に、聞くけど、なんでそこまでしていられるにゃ？航空機がなければ新幹線はさらに、高価になっていただろうな。航空機がなければ新幹線はさらに、高価になっていただろうな。そんな簡単に新幹線がやられることはないだろうよ。言われてみればそうだな。せっかくの整備新幹線も、航空機にやられてしまったら大損害だな。よくよくわかってたんやけど、国鉄の体質がまだ完全に、抜けてへんのがもどかしいで。客を客と思わないところが、特に国鉄体質が、残っているという証拠だな。これからもストライキが起きる可能性があるから、該当するユーザーは注意が、必要だな。今でこそ蒸気機関車は希少価値もあって、人気が高いようやけど昔は厄介やったんとちゃう？蒸気の燃費が悪そうやし、あまり速くないしで。そんなことはなかったようんじゃ。機械が仕事だから魅力的だったそうんじゃ。生まれてから一度も蒸気機関車を、見たことはないけどいつかは見れそうですね。それにしても、なぜあんな体質になったんだろう。原因、さっき公務員がどうたらと、言ってたはず。正直、公務員って、国のために、貢献する職員のライセンスのはずやろ。実際はそのような実態が、全然わかへんねんけど。国鉄のボンソンはその後も、続き、多くのボンソンや事件を起こしまくってたんだった。年金の亡者が多く座っているとあんなひどいことになるんだな。わがままにも程があるぞ。私は、そんな人々のせいで若者たちが、第二次世界大戦を風化させてしまわないかについて、心配しているんだ。それはいくらなんでも考えすぎだよ。絆とつながりを忘れた JR の、路線たち。各エリアはかつての国鉄の、過ちを繰り返さないようにするという責任も、忘れてはなりません。国鉄の民営化は横柄な態度などを改めるのには有効な手段ですが、それでも一部のエリアではストライキなど、国鉄時代から変化が見られない部分も見られます。この章では、国鉄の過ちをゲストと共に探っていきます。一体何があんな体質を生んだんだろうか。その悪魔は今もいるはずなんだが。ただいま。あれ？ JR チームは今日は休みか？最近の在来線を取り巻く環境が気に入らない車両が多いから。ということがあって、新しいものは嫌われやすいという宿命があるんだ。逆に古すぎて嫌われるなんてこともあるのでは？何を恐れているのかはよくわからないが、そういう運命なのか。
車内販売が全廃して、何か不都合なことがあるのか、とかそういうことならわかるけど。メジャーの多様化というのも、気になるな。それによってグルトレが消滅すると、言われているようだけど、本当にそうなのか？今回のタイトルは表面上では、在来線の涙、になってるけど、本当のところは、日本経済の涙というんやで。なんだ、景気の影響か。ああ、そういえば日本はバブルが崩壊してから、20年もずっと続いていたんだっけな。人々もデフレ慣れしたものだから保守的人間に、変身してしまった。世代で言えば何も望まない悲しき世代、なお悟り世代を言うんだな。俺もブランドに対して悪魔呼ばりしてたわ。思い出した、オナニスケーキとして、オイルショックがあった。その時も何か変化があったんだ。そう、ちょうどオイルショックによる不景気で、国鉄に関係する事件があったんだ。アゲオ事件か。国鉄の体質が問題視された事件として有名だな。賃金引上げや労働環境の改善、合理化反対を目指しての労働闘争が多かったんやな。ほんまは公務員とかはストったらあかんねんで、そこで順法闘争に踏み切ったんや。いくらなんでもグリーン車や、ユフェがついた、通勤の2度は普通列車はダメだろ。結局は国鉄職員による怠慢で、横柄な業務態度があった。内部の伝達能力が、無法地帯あった。こっちでやったら即用暴動域だな。朝日団よりもヤバいかもしれない。朝日団か。あいつら、米国鉄道計画を企んでるが、国鉄みたいだろうな。乗客に対して横柄なら他社に、対しても、存在なのだろう。直通してた私鉄とかも、横柄なったり。間違っても関西はそんなことはなかったぞ。確かに、国鉄の対応のひどさは他社線に、対しても、変わらなかったそうだね。特に A 段あたりは直通運転においてはかなり大変な思いをしたそうだけど、このあたりについてはメトロ5系、6系も、同じ意見だった。そうだろうと思った。国としての、体質が問われかねないな。それじゃあ、参考車両として、その2系列に来てもらいましょう。さっきから我々が呼ばれていたような気がしましたが、何か事件でもありましたか？いえ、事件というわけではないんだけど、かなり深刻な話であって。あのクソ国鉄の件でしたか？もっと袋叩きにしておきましょうか。もっとも、国鉄の対応のひどさが、他社線にも及んだということで、話が膨れ上がったんだけどね。確かに、直通運転するにあたって、国鉄からの要請は、散々なものでしたね。こっちはスネバン観光線との、直通運転で、境界駅の時点でややこしいことになってしまいました。北千住にはもともとスネバン線が、通っていたため、特別に綾瀬、北千住間は JR の、運賃で行けるようにしました。この制度がクセモノで、メトロの他の区間からまたいで、使うと、通常通り2車分となります。その際、JR 区間通っている綾瀬までが、メトロ側の運賃となってしまいます。一方で北千住から北は、JR 1社だけの運賃でこちら側の、ホームから利用できます。車両の方はと言いますと、こちらでは自慢の直下制御車両、我が父である当時の A 段6000系が、注目されていたのでした。父のスローガンは、30年が経っても、色褪せない車両、であり、作者もかなり前からあったことに、驚いていた様子でした。それなのに、国鉄は我々、当時の A 段2車両について、かなり細かい要請を押し付けて、きたのでした。あちゃー、僕の先代、こんなありさまだったんだ。当然付けは回っているはず。とりあえず、6000系倒産との、電気代を払わせておいたそうですが。なんか、国鉄社として恥ずかしくなってきたな。
生粋の東海車両で、生まれたかったな。こちらは登場時は低高制御だったことから、しばらくはご無沙汰は見られませんでした。今でこそ、小田急線と相互直通運転をするために、わざわざ向こうは私と共通設計の車両を、導入しているものの、当時はそのようなことは夢の話でした。203KG ちゃんは A 団との格差を抑えるために、君臨したのです。この当時は小田急線が開示直下制御車両である、急線型で乗り入れたこともあって、103K 線番台といういわば鉄板車両と言われた中では、利用客ががっかりするエピソードもあったそうです。そういえば、東西線の方は何か国鉄による、問題はなかったかい？ JR になって私と、同様に、時代遅れになっただけよ。301K のおじさんですね。私と同じアルミ車体だったそうですね。私もアルミ車体だが 301K の時は、かなり世話を焼いたそうだよ。301K のおじさんですね。私と同じアルミ車体だったそうですね。301K のおじさんですね。私と同じアルミ車体だったそうですね。確か、301K が登場した時に、国鉄は赤字に陥ったようね。アルミ車体、私たちメトロではおなじみの、技術となっていますが、赤字ということは高価なアルミ車体を、扱う余裕が、なかったということですね。それ以降は私の派生系列、1200番台に切り替わっていったのよね。有名といえば、銀色の電車は東西線です、という案内ですね。国鉄はしばらくは高性車を、量産し続けていたものの、とうとうステンレス車体を、本格導入してしまったのよね。俺と 205K のことか。元は俺の製造画を元なっていたが、山手線の 103K を、捻出するために、わずかな期間で 205K を、製造したんだな。さらにはその 205K は、一段加工窓で量産されたんだな。並んでた横浜市営地下鉄の、2000型を見て、ステンレスなら腐食も気にすることがないし、一段加工窓の方がスッキリするということが、理由らしい。その同じ、銀色の電車、である、205系先輩が来たことで、混乱を招かないように 301K のおじさんも、ラインカラーを青にしたという経緯も、有名ですね。こっちはこっちで技術もいまいちだったんだな。何もかもがグダグダだったのか。製造の件であれですが、そっちは世代交代が、非常に早すぎませんか？よし、今度はそっちをターゲットとするか。国鉄の車レイってさ、本来は20年くらいしかなかった、という噂を聞いたことがあるんだが、それって高性車に限った話なんだろうか？俺とか205系といったステンレス車両はもっと、走れるだろうか？車齢というより設計寿命というべきだが、確かに20年くらいだったらしい。新幹線は高速で長距離走行するから短命なのは仕方がないがな。確かに国鉄車の設計寿命が20年なのは事実なのかもしれないな。こっちで登場した209系における寿命半分が10年程度となっていたから、高性車が長生きしているのは、むしろ奇跡としか言いようがないな。あの夢の超特急やのに、信じられへんで。私もアルミ車体だが 301K の時は、かなり世話を焼いたそうだよ。私についてはいつかじっくり話すとしよう。それ、妙に嫌なメタ発言やねんけど、まずいことでもあったんやろうか。実は、私も実車のうち、黒潮、などを引退することとなった。実に良い特急列車としての生涯だった。向こうにはイッパー5系と117系と4大関係の特急車両がいるが、こっちより特急車両の置き換えが進んでいるのか、逆に違和感を感じるぜ。意外といえば意外ちゅうことはこっちでもあったようで、こっちの20系は JR になって真っ先に登場した。
通勤型車両なんや。あと、こっちは支給が莫大だから寿命半分の車両をあえて導入することができたんだ。価格や重量をそれぞれ半分ずつにしたことで一気に209系を導入した東であったが、かつてのニーツ工場をれっきとした車両製造工場へと改造したことで一気に国鉄型を置き換えていったようで、もっとも肝心の寿命に関する説明が不明確だったことが原因で、そういうんですというパロディまでできてしまったが、本当は13年で廃車にしても経営に影響しない車両というのが本音なんやろ。まあこっちなら思いっきりその後はリニューアルするんやけど、確か日本を代表する路線こと山手線や京浜東北線に新車が入って国鉄車が一気に減ったんだな。意外といえば意外ちゅうことはこっちでもあったようで、こっちの20系は JR になって真っ先に登場した通勤型車両なんや。まさにそうだな。山手線の場合は ATC のデジタル化で新車を導入したんだ。それが俺 D231系500番台だったんだな。先輩たちは全面的に国鉄型103系を置き換えに各地へ旅立っていったんだな。その際、臨海7万型の10連化で余った先頭車を購入して209系3100番台をでっち上げたこともしたがな。臨海7万型が209系ベースだったからできた荒用だったんだ。しかも2増した車両の VVVF をあえて GTO としたことも注目しておかなければならないな。第3セクターから JR へと移った車両は非常に珍しいな。山手線のテコ入れが落ち着いたかと思えば、その時には209系も想定寿命を迎えてはいた。最初は試作車900番台こと901系を置き換えるけど、500番台を京浜東北線に回して対処したわ。こっちに0番台を3編成補充しておいてね。ちなみにその3本は俺らの一部の思想を取り入れているんだ。それにしても私たちは首都圏の顔と言っても過言じゃないくらいまでに増えていったわね。相鉄1万系のように俺らをベースにした車両まで現れたんだもんな。ああ、それラピートが E231系みたいなやつが来よったって騒いでたで。ただ阪神が震災復興のために急遽車両を用意する際に209系と同じ車体のラインが担当したんやったな。一応先に言うておくと、阪神は難波線に合わせてその車両をリニューアルしたから、209系もちゃんとリニューアルすれば延命できるんやで。やるかどうかはそっち次第やけど。理由は簡単。関西の川崎重工業にも俺らを発注していたからさ。逆に南海はそっちの立派なお得意さんだったこともあったな。関西と関東で製造ラインの交流があったことは残念ながらあまり気づかれていないな。今では近鉄グループの近畿車両も関東の車両を本格的に製造してるで、なぜか特急車は近車で一般型は川中と関西のメーカーを分けていたな。そう言っているうちに俺らも登場して国鉄型はさらに数を減らしたんだな。一方でこっちなんかは東海道本線系統ばっかに車両を投入してたで。大切に使うとか言うけど金があれへんことは隠されへんで。ああ、そんなこと言わんとって。そして2007年に俺も京浜東北線でデビューした。その時に抱えていた国鉄型は問題済みな房総半島の113系、東で最後の仙石線の103系、105系統を、ダメ車とした訓練車など、
当時は関西側が思っていたほどよりまだ多くの骨折型が残っていたんだ。そして余剰となった209系の大規模な全廃が始まり、東の管内総動員の事業が始まった。おなじみの房総半島向けの2000番台、2100番台は電車が空気式、後車が電気式のドアエンジンで、数の問題上空気式と電気式が入り混じる編成もできたんだ。南竹線向けの2200番台はそれぞれ空気式の209系の置き換え、武蔵小杉駅開業の増発、そして仙石線の103系の置き換えのために転属する。205系1200番台の穴埋めとして3本が配備、ドアエンジンを電気式に統一することが主だが、結果他の目的もクリアできた。車席のない機械においてはわざわざ運転台を新設という工程もあるが、そして一番の注目はヌートレイン。在来線車両は同社でさらに進歩を遂げることとなり、早速高速データ通信 YMAX に関する試験が実施され、 E259系に反映されていった。2000番台の製造状況を見るからに、あの改造はすごく期間を要するのでは。そればかりか、牽引の機関車も改造される車両が現れ、改造待ちの車両がたまる一方だから、前途の通り東の各エリアが総動員していったんだ。各車両センターや高萩、直江津などが主だが、青森車両センターにおいてはそれまで使用停止となっていた線路をメンテの上で復活させるほどの規模だった。京浜東北線にいた209系500番台は5本だったが、京葉線に転属したのは4本、さらに武蔵野線に転属したのは3本だけ。そのからくりは、山手線にホームドアを設置することとなり、俺の6扉車を置き換えるためなのさ。一部区間は俺らと共用することがあるからな。7号車の600番台は外観は従来通りで、中は一部が E233 系ベース。どちらかというと総武線の2006年投入車に近いかもしれないな。一方の10号車は京浜東北線に合わせてもろに E233 系番台も謎の4600番台。うわぁ、変な番台やないか。こっちの113系3800番台と A 番台勝負やで。予備車が少ないから20系500番台の1本を古巣の総武線に復帰させて、捻出した1編成で改造先の長野までひたすらぐるぐる回していったんだ。しかもその4600番台は E235 系の10号車になるんだ。こうやって見ると東の車両って変な施策で廃車になっている車両が多いな。車で以前に向こうの環境を疑わざるを得ないようやで。塗装の方はどうなっているんだ？最近話を聞いていないんだが、200系、400系、E1 系の引退をやけに変な方向に向かっていることが見えたんだ。こうやって見ると東の車両って変な施策で廃車になっている車両が多いな。新幹線の塗装だけど、どう見ても新幹線の色じゃないな。それより北側、西側も怪しいと思うんだ。なんとか見てくれないか。よし、次の章はその他のエリアの状況を見ていくで。関西地区はネットでかなりネタにされているようだが、何かまずいことでもやらかしたのか？ああ、こっちは他社との競合が激しくて、日勤教育が行き過ぎてもうたんや。神戸から京都までは4社が競合していたんだっけ？それはえげつないな。関西は私鉄王国やったから東海道本線以外はほったらかしの状態やってん。
今もならは全然やからな。一向に変化の兆しがあれへんで。奈良で本線あるいは電車といえば近鉄のことで、 JR はローカル扱いやからな。近鉄の本線は最初から高規格で建設されとったのも大きな差を生んだんやけど、奈良駅においては地下化した時も国鉄はかなりローカルな駅やったそうな。こっちとは私鉄と JR の関係が全然違う。これはどんな違いがあるんだ？俺らが関東圏の鉄道のメインで、私鉄が互換役なのだが関西は違う。私鉄王国やからそれぞれが独立してて、俺らに敵対心むき出しや。やっぱりアンチ関東だな関西。とはいえ、今のあんたの姿だとそのような面影はないんじゃないか？そう、こいつが私鉄王国をぶち壊しよったんや。私の最盛期の時はどの施設も熱気に溢れてたが、今は近鉄や京阪くらいしか熱気が感じられない。京阪はダブルデッカー中央機な武器があるからくたばることはあれへんけど、あとは撃沈にあったな。阪急京都本線に至っては前方が完全に潰されたんだっけ。それでも関東とは違って自立は変われへんで。これでは関東ではおなじみのセサミクロ技術搭載の LCD は流行らないな。サービスか。ほとんどは新幹線やからな。こっちは、お、ようやく心当たりが出てきたようだな。特急が地味だとがっかりだもんな。新幹線については西と東で個人的な最盛期が分かれるからあれやけど、在来線の方は90年代頃がピークやったかもしれへんな。気軽に新幹線のホームに立てれたら霊系爺さんなどの仙台の新幹線車両を取りまくってそうやからな。そういえば九州線の方は観光特急が多く走っているそうではないか。883系ソニックなどは立派なライバルやな。九州の方は羨ましいな。特急列車が豪華だなんて。こっちは全然や。何せ私鉄とかも無料特急の王国やし。そりゃあ、あんな豪華な無料特急があったらどうすることもできないじゃないか。ご着の快速特急は次の京橋を出ますと京都の七条まで途中の駅は止まりません。3番線の電車、次の京橋を出ますと京都の七条まで途中の駅は止まりません。停車駅にお気をつけください。京阪特急って無料特急で EX ダブルデッカーが組み込まれていたんだって。確かに無料の列車でダブルデッカーは類を見いへん存在やな。在来線の涙なのに関西の特急を連続で流して大丈夫なのか。関西が他と在来線を取り巻く文化や環境が全然ちゃうちゅうことを見せるつもりやってん。無料特急の場合、普通の通勤車両か、対向用の車両の、どちらかが使われるんや。このようなスタイルばっかが揃ってる気がすんで。こっちでは少数派だな。Thank you.
く、どっちが需要があるかというと。こっちで見たあいつよりこのラッピング車の方がかっこいいじゃん。おい、なんか1万系の通常塗装どんだけ車体に合ってへんねん。変にラインを入れたらダメになるのか。それじゃあ今のこっちの新幹線はダメだな。なんか座席指定車の肩身が狭いような。まさか関西は。そう、基本的には近鉄沿線と南海高野線以外は有料特急不毛の地であって、肝心の在来線の方もオーシャンアローやサンダーバード、浜風以外は地味な感じなんや。それはケチにも程があるぞ。安物ばっかで銭を失いやすい地域だな。そう見えるやろうけど鉄道では別の話なんやで。一方の通勤路線の方はというと相変わらずの状態だったと。なんだ？ JR じゃないじゃん。そんなに目立たないのか？さっきの通り、黒潮系統とサンダーバード、浜風以外は地味で、大半は近鉄に埋もれてるんや。これこそほんまの在来線の涙やで。まあ、近鉄ファミリー曰く、新幹線などとの競合が熱いとのことで、同じ関西でも全然意識がちゃうで。あと、情報社会だと迅速性が求められてきて大変だな。LCC が台頭して鉄道が苦戦して、その煽りが在来線に及んだのですね。それにしても、移動手段のサービスはいらんから早く、着かせてくれとは、これはいかに。ええか、いくら不景気と言って、売れたら、リピーターとかに示しがつけへんから、全力投球で挑むように。最後に、あるものを見てもらおうか。あれは、夢ではない、ちゃんと新幹線と蒸気機関車が、並走しているぞ。ああ、僕たちは絆や伝統を、置いてきてしまったのか。許しておくれ。こんなダメな本性で。心配は言わぬ。過ちを次世代に残さぬよう、全力を尽くすのじゃ。戦後が繋がっている限り、どこにも繋がっておる。絆が切れることはないのじゃ。豊かさには絆が依存するべきなのじゃ。愛をなくすには。絆か。本性と相性が悪いのがいけないのか。汚い奴らの世界じゃ無意味なんだろうがな。いよいよ私も実写の黒潮の引退の時だ。長期現役は良いものだったんやろうか。本当に引退だなんて驚きだよ。でも俺も引退の時が近いけど。新快速の運用も20年が
回から俺もそろそろやな。次回、月の宮急行鉄道第43話、38池袋城の奇跡、お楽しみに。